はいどうも、メンヘラおじさんです。えっ、ー、と、仕事終わって帰ってきて疲れたんで、えっ、ー、と、これの動画撮ったら一回寝て、で、また夜にあげようかなと思ってます。で、えっ、ー、と、まあ動画あ、動画じゃないな、登録者100人超えたところで、えっ、ー、と、まあこれからどうしていこうかなと思ってるんですけども、まあやっぱり動画撮り続けてよかったなと思ってます。っていうのは、 登録者100人っていうのは、あの全体の YouTube 投稿者の、まあ、上位2割ぐらいに当たるということで、まあ、一定成果が出たかなっていうところもありますし、えーとまあ、オフ会をやったことによって、えー、と仕事の以外でつな、えー、がりができたってところが大きいと思います。まあ、きっかけに過ぎないと思うんですけれども、えーとまあ、100人登録いったっていうところで、えーとまあ、それなりの人が見てくれてるんだな、あ でえーとまあ、応援かどうか分かんないですけど、まあ、暇つぶしにはなってるんだなということで、こっちが価値を提供できていると、えー、特に仕事以外でっていうところですね。えー、というところと、まあ、言うたら、会いたいっていう人が、まあ、ちょこちょこ出てきてるので、えー、言うたら自分に価値があるんだなっていうふうに思えるっていうところで、自己肯定感がちょっと高まってくるんですね。でまあ、あのメンヘラに必要なのって、そういう、言うたら、まあ、俺なんてもういらんねんっていうふうになる。 っっってていうのののがやっぱり、まあ、あの症状悪化の要因になってくるのでそうやって周りに認めてもらえるっていうのがあの数字で出てきたりとかするとですねやっぱり自己肯定感につながると思ってます。でえっ、ー、とまあ仕事で鬱になって。 で、え、闘病しながら頑張って資格を取ったりいろいろしたんですけども、会社では認められないというところで、会社でその存在場所がなくなっていくっていうような状態だったので、えっと、まあ、やっぱり、あの、再発しがちなんですね。もうどうせ俺はここでやっても何の役に立たへんねんっていう形になるんで、再発しがちだったのが、 まず第一弾は株で言うたら、まあ、バカバカ取引したことで、まあ、最終的には失敗したんですけれども、バカバカ取引したことで、やっぱ会社以外でも自分の、えっと、やられることがあるっていうのと、えっと、ツイッターの方で、えっと、まあ、盛り上がって、2000人ぐらいまで登録者も増えて、で、えっと、それもまた、オフ会を別でね、 えー、youtube とは別でオフ会してて、だから、あそういう投資界隈の、えー、人たちにも、まあ必要とされてることかどうかわかんないですけど、仲間に入れてもらえて、仕事以外で楽しい場所ができたっていうところは多分大きかったと思います。 で、それで、えー、債務整理になって、株ができなくなってから、今度 YouTube ですわと。もう下ネタ満載でやってましたけども、会いたいですとかあ、ライブ配信してくださいとかあ、そういったところで自分の場所が確保できたと思ってたんで、で、えー、すごい嬉しかったんですけれども、まあ、下ネタひどくて、えー、会社に言われて、で、YouTube もやりませんということになってですね、また、居場所がなくなったと思って、 出たんですが、今こっそりやっててで、また100人2度目の100人越えですよね。で、えー、またやっぱり自分にえっ、ー、と。まあ,あ一定の価値があるのじゃないかなっていう形で自己肯定感がまたあのついたので、えー、これからあー言うたらまあ、1000人1 100万人っていう形で、えー、伸ばせていけるように頑張りたいとも思います。まあ多分。 その数字であったりっていうところばっかを追い求めるのもあれなんですけれども、えー、多分自己肯定感は持ちやすいんでしょうねとあ、そういうところを見ていくと、まあ、それにね、えーとまあ、収益化したらまあ現金が入ってくるんで、えー、そういうところでもまあ違う選択肢が出てきたりとか、えー、それだけ大きくなっていくと、オフ会ももっと、まあ、何、えー、ですかね、頻繁にとか。 えー、面白い人とと会えるかもとかもそういう広がりみたいなのも見えてきますし、えー、と自分にとってはそのワクワクすることが、えー、この先にあるんじゃないかみたいなところで、えー、期待を持ってですね、えー、動画投稿ができるっていうところがあモチベーションになるのかなというふうに思ってございます。 うん、で、今、100人、えー、を,を超えたうんぬんの動画を今見まくってて、どういう形でこう動画投稿していきゃいいのかなとかっていうのを今学んでる最中でございます。まあ、学んでる暇があったら一言でも喋れよっていう話でもあるんですけども、えーとまあ、今見た中ではあのや、やっぱりジャンルを絞って、えー、やったらいいんじゃねえのと、その動画の再生回数が回ってるやつでね。っていうのが1点と、なんかバズるような動画出せと。 いう2点言われてて、で、えーとまあ、バズるような動画で言ったら、まあ、付属もう風俗企で完璧ソープレポートなんですけども、うん、それはもう絶対できないんで、で、あと、まあ,あ、なんだろう、まあ、婚活関係のハッシュタグついてるやつは結構回ってるんで、出したいんですけれども、今度お見合いするの6月27日、で、えっ、ー、と、なんだ、この前焼肉行った27さんよは連絡こずっていう状態なので、えー、その現在進行形では出せねえなと。 というところで、まあちょっと弱っているというようなところではございますという感じですかね。あとはまあ、今動画上げてるんですけど、今動画上げてるこのうつ関係ですね、メンヘラ関係、えー、もうまあ少し回っているというか、あのコメントでね、私もうつ病なんですっていう方もい,いろいろいらっしゃるんで、えー、っと、何ですかね、ちょっと切り分けながら、こういうことあるよねっていうあるあるの話とか、 えーとちょっとまあ出していければなと思うんですけど、うん、まあ婚活がちょっとやっぱり、えー、と色強くなってるんでちょっと伸びにくいなとただ、えー、と婚活とーメンヘラを組み合わせたやつはなんか意外と回った。 嫌に思ってます婚活の,その結婚相談所にええー、と言うたら入れなかったであるとかあまあそのええー、言うたら、まあ、開示してくださいって言われてた時のえっ、ー、とまあメンヘラをどういうタイミングでも開示するんやとか、えー、そういったところ がですね、えー、結構興味を持たれたんかなと思ってるんですけどもそれもねあの母数がちょっと少ないんで、えー、まあ乱発でき乱発っていうかこれからあ出せるかどうかわからないんですけどもそれはまあちょっといろいろ組み合わせたりとか調べながらあーやっていけばいいかなというふうには思ってますんでえっ、ー、とまあそうですねできれば えっと、これ実は100人行ってからなんですけども、再生回数全然落ちてないんですよね。えっ、ー、と、今日も朝一に日本動画上げて、で、もう会社行って、帰ってきたの5時、6 5時ぐらいで、親と電話して6時かな、今で、なんですけども、再生回数がね、えっ、ー、と、2週、えっ、ー、と、2日間で大体3000回ぐらいっていうのが、この丸1日続いてるんで、多分、なんだろう、見やすくはなってるのかなと。ただ、あまあ言ったら、 登録者が増えてないんでやっぱり何かしらの起爆剤がいるのかなとは自分でも思ってますし、えー、それに向けてちょっとまあ頑張らなあかんのかなと思ってます。うんまあ、だから100人いくまでの動画っていうのをもうちょっと出すのかあるいは100人から伸ばすためにはどうしたらいいのかっていう動画を見ながらやるのかうんあとはまあ婚活関係の動画で回ってる動画を見て え、それに近しいものが、あーおっさんの中にもあるんであれば、その話を味替えでちょっとやってみるとか、まあ、それはうつも一緒ですね。えー、メンヘラも同じなんですけども。っていう感じですかね。多分今から資格の話とかしてるのも全然多分伸びないと思うんで、えっ、ー、と、なんだろう。お問い合わせがあればいい、あの、聞くっていうのもまた別でやるんですけども、それはもう明らかに言うたまあ、登録者100人の中でニーズがあればあ、そういうのもちょこちょこ出してっていうのもやるんですけども、まあ、あそういった感じで、 ま,あまだ方向感っていうのはなんとなく出てきたんですけども、まあ具体的にじゃあどの,あの動画を上げていけばいいのかっていうのは、まあ基本的にそんな戦略立てで書いてるんじゃなくて私がベラ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 喋ってるだけなんで、あの、まあまあ思いついた時にパンパンパンと上げてやっていこうと思ってます。あとはサムネですがね、サムネもね、収益化するまではちょっと難しいかなと思ってるんですよね。ただ、その1000回以上動画回ってるやつとかは、 あ今家来てる女子大生とかに頼んでですねサムネ作ってもらうかあまあおっさんがちょっと頑張って作ってみるかっていうのはやってみようかなというふうには思ってますそんなところですねだからまあえっ、ー、となんだろう、まあ、雑談っちゃ雑談ですけれども、えー、登録者100人行ったっていうことでですね、えー、おっさんの精神衛生上はすごい良くなってきましたと で、さらにこう、上を目指していくことによって自己肯定感が高まって、ええー、言うたら、まあ、自分のメンタルのこの肯定差っていうのが、あちょっとまあ、落ち着いてくると言いますか、えー、その低いところが、まあ、だんだんなくなってきて、自分でもなんかできるんやっていうふうに、えー、自信につながると思ってるので、えー、皆さん応援の方よろしくお願いします。またあ、チャンネル登録してない方はですね、チャンネル登録していただいて、えーと、まあ、高評価、低評価はまあ、 あの、どっちでもいいんですけども、あの、まあ、できれば高評価をしていただければなと思ってございますのでよろしくお願いします。